はい、というわけで今日なんですけど、まあなんかサマーイベント中なんですけど、これ来てるんですよね、サマービッチセール。で、これチラチラっと見たら、まあ買ってますけどね、これね、売り切れになっちゃってますけども。これよね、エピックパスセレクトパックが売ってるんよ。しかも3つね。これはさ、買うしかないよね。いや、今ね、ちょっと見てほしいんだけど、純滅装置。これ要するにレーザー発信機みたいな。まあそんな感じなんですけど、赤装備になると敵をロックオン。これやばくない？あのレーザーが追尾し始めたらもうやばいよね。しかもボスとエリートが優先でね。これはね、なんとしても赤装備にしたいと思ってたところ、やっとイベントが来たんでやっていこうと思います。で、必要枚数が、ここに3凸があって、ここに2凸があるんですよ。というわけで、あとエピックが4枚あれば赤装備できるので、赤になるまでやっていこうと思います。ありがとうございます。めっちゃ画面ビカビカです。よし、やっていきましょうか。まあ、まず簡単なことなんですけど、こちらをですね、まあ、一旦購入させていただいて、3つほどね。うん、3つほど購入させていただいて、さあ、顔認証していき、はい、イケメンがしっかりと認証していきましたね。さあ、まずは1つ。あ、そして2つ目。いや、今回ね、これマジで待ち望んでたやつなので、ちょっとめちゃくちゃ嬉しいですね、これ。これしかもランダムパーツセル、あ、ちょっともうランダムのやつ引いてたか。ちょっと見てなかったけど、全然。ワンチャンレーザー発信機みたいな出たかもしれんから、ちょっと見てみましょう。どうやさ出たのがレンガと、これっすね。雷か。さあ、3つ目買いましょうか。はい。もうほぼほぼ極めちゃってるから、そうなってくるとテックパーツに走ってくんのよ。だから要するにおー、ロケットね。金持ちが風水に走るのと一緒。金持ちになるとみんな風水が好きになるから。人間そういうもんですから。まあ、これをね、レーザー発信機。これ3ついきます。はい。これ間違えたらことですからね。はい。よっしゃー。で、まだなんだよなー。これね、レーザー発信機と、ライザー発信機足して、1凸でしょ？で、あと、凸なしのやつがあるから、もう1枚必要なんですよ。レーザー発信機のエピックパーツ。ただないので、これどうするかと。今ね、イベントできてるこの魚釣りイベント。この景品の中になんと、300キロ以上になると、ほら2枚交換できるんですよ、これ2枚。やろう。もう釣ってこう。すごいことになってんな。まあ、とりあえず、5枚が効率いいらしいんだけど、まあ、とりあえず10枚でいきましょう。よっしゃ、パーフェクト。これいいよね、なんか。なんか、のんびりした感じで。あ、で、今俺がどこまでクリ、ちょっと待って。おぉ、ちょっと待って。強くねえか、こいつ。なんだ、これ。お前、エピックの竿強いからね、これね。おいおいしょ。待って、これ、主か？主来たぞ、これ。主、もう主、釣りましたけどね。あ、バン全然主じゃない。今、ちなみにね、僕の図鑑こういう感じです。もう全部持ってます。で、300キロ到達しないのに、まだこっち行ってないんですよね。まあ、だから、300キロ到達させないと、とりあえず行けないと。とりあえず次のね、釣り場へ行って、そっからぶっ放しましょうか。これ、この辺はもう楽勝で行けるはず。ほら、観念しやがれ。おい、かわいい。俺多分すっげえちっちゃいな。ちっちゃい。あと1点7キロかな。サクッと行かせてくれ。さ、俺は釣りをするために今日やってるんじゃなくて、エピックパーツを取るためにやってる。なんというこの、もどかしい。これもなんか弱そうだな。小さそう。あ、ちっちゃいな。ちょっと待って、あと 0.7g。ね、7g だね。700g。よっしゃ、でかいのこい。主がさ、各釣り場1匹ずつしか釣れてないんだけど、そんなもんだかな。さあさあさあ、これずーっと行って、はい、オッケー。これで完璧揃いましたね。オッケー、来たー。来ましたね、300キロ到達で。でだ、2万9000でしょ。え、ちょっと待って、え、どういうこと？え、ここは、え、ここ何キロで来れんの？あれ？まあ、ちょ、一回引きましょう。一回ちょっとやりましょう、まだね。うん。まだちょっとやっていきましょう。はい。5枚ぐらいでやりましょうか。これ多分大物が釣れるんだよね。おっと？ちょ、待って。ちょ、待って、これ、強い。こんな強くなるの、一気に。え、めっちゃ大物だぞ、これ。え、主来た？ワンチャン、あ、ちょっとよ、あ、なんか、ちょっと最後の弱いけど。ちょ、主説あるぞ、これ。ちょっと強いぞ、これ。オッケー！来た！でかっ！ 15 キロ。バン。いや、ここの釣り場で一番でかいのは何キロなんだろう。さあ、早速入りましたね。これが最後の釣り場なんで、これ5で行きましょうか。レッツゴー。お、待って。ここね、ちょっと危ない。ちょっとこれだんだん、じゃあ200メートルで糸切れるらしいから、さあ、引っ張って、これでかいぞ、これ。おっと、でもここすげえ弱い。あ、でもでかい。でかいかもしんない。いや、結構力あるな。やっぱここはすごいっすね。釣り場の中で最高と言っても過言ではない。おっと？おー、26キロ。結構でかいの連発してますね。もうあとあれか、大幼魚が釣ったから、サメでしょ、これ。見ちったよ。もう10枚でいくか、もうここは。男らしく。さあ来るか？おっと？強い。待って、強い。あ、そんなに強くない。これ、外れだな、これ。あ、これは弱いわ。うん。これは、もう雑魚だわ。報酬で交換なのが、え、ここいつになったらいけんのこれ。80K でしょ。まだ今4万だからどの道いけないのか。じゃあもうとりあえず釣っていきましょう。はい。さあ来た。待って、強い。
これは引きが強いんじゃないか。でもこれ主ほどの手応えはないな。主ではないな。もう刻んでいきましょう、こういうのね。あれ、なんだっけ、もらえるようになるのかな。ちょっと待って、強いぞこれ。おっと、最初だけだった。まあこんなもんか。多分これレアっぽいっすね。あー、レアだなこれ。おっと、まあでも、おっと、戻す力半端ない。これでも、おっと、待って、これ、あれ、これ主来た。ちょっと待って、強い、強いかもしんない。主かもしれん、これ。行くで、よいしょ、どっこいしょ、おー、来たー。タイタンサメ、171キロ。行王来ましたね。魚王っていうのかな。さあ、来ました。全部揃いましたね。でも全部揃ってからまたこれで魚王来る可能性あんの？そういうことだよね。これで報酬はまだ変えらんないんだ。どういうことだ？あ、なんでこうなってる？なんか引けない。お前なんだけど、なんかまた強い交換できなくなる。これ2連発か。もし2連発したらしっかりと。いや、でもこれ、肩に力入っちゃう。あ、これは、これは、レアぐらいの気がするけど、レアぐらいの力。さあ、来い。お、でかっ。さあ、でかい。すんげえ。すんげえ。まだですね。あと100キロ。はい。来た？おっと、ちょっと待って、これ強い。これ強い。これ主っぽいな、これ。あ、これ主だな、これ多分。主2発目来ましたね、これ。これ絶対主だわ、これ。なんかもう手応えで主かどうか分かるようになっちゃった。これ魚釣りのプロみたいになってきたけど。手応えでだんだん分かってきたわ。これ多分主っぽいっすね。さあ来い！ほら来たちょっと小さめのね、小ぶりな主。でもすごいな。いっぱい釣れてるわ。さあ、2枚目来ましたね。これ1000超えましたんで、これでどう？これでどうや？なんで？ちょっと助けるしてみようか。これでもダメな。あ、もらえるようになってる。バン、絶対バグっしょ、これまあいいや。まあ、とりあえず俺これ2枚いきますんで、少なくとも。いきます。エピックパーツセレクト宝箱カーボン。さあ、もう主も2回出てんでね、もう十分でしょう。さあ、ここでもう1回これを足すことによって、いきますよ。ポン。来た来た、赤テック2枚目。レーザー発信機。いきます。カモン、来い、来たー、赤パーツー、レーザー発信機。さあ、2枚目が揃いました。赤効果見てみましょうか。敵をロックオン。これはどうだ、これ。敵ロックオンやばいな、いかつすぎるだろ。さあ、ちょっとやりに行きましょうか。もうなんかさ、どれがどの真鍮効果だかもう分かんないからね。まあ、とりあえずレーザーのロックオンを体感しに行きましょう。いきます。やったわ。もうずっと狙ってたから、レーザー発信機めっちゃ嬉しい。これもうレベル1というか、取った状態からもその効果が発揮できるのかな。ちょっと取ってみないと分かんないですね。さあ、レーザー発信機来ました。交差するレーザーを発射し、敵に高頻度でダメージを与える。いきます。さあ、これが追尾する。敵をロックオンしない。これ赤星になった時にするのかな、もしかして。ちょっと急いで赤星にしましょう。さあ、これで次でレーザー発信機が赤星になりますね。さあ、来た。レーザー発信機は赤星。赤星ではない。よし、これね、敵をロックオンするはずなのよ。お、なるほどなるほど。見て、ほら、ボスのところにそのまま行くぞ、これ。ほら、ボスにロックオン。これめちゃくちゃ強いぞ、これ。これめちゃくちゃ強いんだけど。で、ボスエリートを優先的にロックオンする感じね。待って、これ強えぞ。エリートに関しては動くから、ちょっと動かないでくれる？まあ、でもボスあんまり動かないボスが多いから、もうかなり有効だよね。この赤星のこのロックオン。殲滅力の弱さがバレるからやめろって、ほんと、混沌の剣の。混沌の剣の殲滅力の低さがバレるから。オッケー。致命的なセンスゲット。いや、でもこれ強い。敵に対して、このレーザーがね、出てんの分かります？敵の群れの中に、レーザーが、突ってくので、かなり効果がある。以前のレーザー発信機だと、主人公の上に、レーザーがね、発生してたんですけど、敵の真上にね、落ちることによって、かなり効果的な攻撃力が発揮できると。まあ、そんな感じですね。この赤装備は相当強いぞ。いや、もしかしてロケット2発撃ちよりも強いかもしれない。いや、めちゃくちゃ嬉しい、これ。シャークマウガを謎に取っていく。ラスボスも多分、相当簡単なんじゃないか、これ。いや、このレーザーがさ、敵の真上に落ちることによって、なんか火力の無駄がないというか、今までレーザー発信機を取るときって、もう自分からこうさ、なんか敵に近づいていかなくちゃいけなかったんだけど、そうしなくても全然、
火力を与えられるのでかなり強い。こういうなんかトロイボスに対してもめっちゃ破壊力があるよね。ほらもう敵の真上だわ。ちょ、火力後でどのぐらい与えたか見てみましょうか。まあ、ちょっとこれねデイリーステージなのでなんとも参考になるかわかんないんですけど、まあ、一旦見てみてちょっと考え方と、まあ、そんな感じの。はい、クリア。いや、このレーザー発信機赤星やばいぞ、これ。さあ。あれ？あ、まあ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 。まあ、ドローンと比較していただければみたいな。あ、そんな感じですよね。シャークマウガンの赤星。まあ、ちょっとね、赤星にするタイミングとかは違ったので、なんとも言えないんですけど、まあ、これ、かなり使える赤星ですよね。はい、というわけで今日はですね、レーザー発信機の赤テックパーツやってきたんですけど、まあ、他にもね、まだね、ちょっとテックパーツで上げられそうなのがね、ちらほら出てきてるので、またね、出来上がり次第皆さんに共有させていただこうかと思います。で、これもね、主もね、もう2匹ぐらい釣ってるので、とまだね、エピックパーツね、これまた取らないといけないので、もうちょっと、イベント楽しんでいこうかなと思います。というわけで次回のダダサバイバーでお会いしましょう。うぶー、俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕からばって流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Smooth on the country, hologram